有吉さん殺し屋一こと一ノ城隆史の昨年末からダイエットに励んでいたのですが、先週国技館で行われた体重測定で自己最高の207キロを記録してしまい、インタビューに対し、思ったよりちょっと言ってましたね、まずいっす、もうわかんないです、適当っすと拗ねてやがりましたおい隆史、なんで4ヶ月もダイエットしてたやつが太ってんだよそういや前に入院した時も食欲が全くないのになぜか体重も足回りも太くなって一ノ城謎の巨大化ってスポーツニュースになってたもんな、うん、なんだ謎の巨大化って、お前月を見たサイヤ人かよ隆史やっぱ怖えよ、知れば知るほど人間っぽいエピソードゼロ、もう痩せなくていいからよ、お前の大好きな西内マリアをかっさらいやがった白田優のポコチン、好きなだけ噛みちぎってこい